ベースボールじゃん。で今度はこっちの手をそのまま入れる。でここに深く入れて、あとこの肘がこっちに回転するようにしてぐーっと回って、肘がぐーっとここに入ってこう入ってきて、であとこっちの手で腕を引いて閉める。 OK。